はい、おはようございます。ハヌマーンです。はい、それでは今日の朝の戦略動画解説していきたいと思います。夜間の日経225先物の夜間の動きですが、急上昇後の一旦押しを作る動きですね。1時間足で見ると中心ボリンジャーバンドの中心線がサポートとなっていますので、ここから切り返して夜間の高値450、13,450、これを抜けるかどうかというところになってきそうです。もし抜ければ次は13,500円あたりから直近の上値抵抗線となっている13,730円のところ、このあたりを意識した動きになりそうですが、夜間高値を超えきれず叩かれるようであれば、直近の動きはもうボックスですね。もう400円から13,700円ぐらいのボックスで動いていますので、まだボックスの動きに戻るのではないかなという感じで見ています。抜けるようだったらそのまま買い目線で、叩かれるようなら売り目線でといった感じではないでしょうか。はい、ずっとボックスが続いているのでですね、その時その時の動きに合わせた細かい動きを見ながらの動き合わせて細かく取っていくという方が今はいいのではないかなといった感じに見えます。では今週もよろしくお願いいたします。